マルチウィンドウのアプリでさ、えー、アップ、えー、マルチウィンドウのアプリで記事を、スマホを二分割して、上が、シンプルノートのアプリというアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。この人は本当に頭がいいなと思った誰かの行動はどんなものでしたか？高校の時の話、先生たちがジェリービーンズがいっぱいに詰まった瓶を校舎玄関ホールのガラスケース内に置き、生徒一人一人に瓶の中の瓶数は何個あるのかを2週間以内に当てるゲームへの参加を呼びかけました。一番近い数字を言った人が優勝するのです。優勝したのはめっぽう頭がいいと評判のやつでした。しかしこれは実際のところどちらかというと運が良かったでしょうか。彼の優勝は彼の学業での評判と無関係の偶然のうちだったのでしょうか。このスーパー高校生が私たちの他の生徒よりも現実的なアドバンテージを持つなんていうことがあるはずないですよね。さて、種明かしです。この賢い野郎はクイズとなっている瓶と全く同じものを自分用に買いに行って、全く同じ種類のジェリービーンズの袋も購入し、そして最終的にビーンズの数を当てたのです。ほぼ正確に。彼は賞金として100ドルを得ましたが、私の考えでは彼にはその価値があります。